皆さん、こんにちは。今回は大谷翔平選手についてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。ドジャース、大谷翔平選手が好調です。今季3度目の3安打となり、31安打はメジャートップとなっています。米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手は、本拠地でのナショナルズ戦に2番 DH で出場し、今季3度目の1試合3安打を放ちました。メジャー全体のトップに並ぶ31安打をマークし、打率はナ・リーグ5位の 3.60 に上昇しました。ただ、チームは0対2で敗れ、今季初めて0敗を喫しています。そんな中、大谷選手が孤軍奮闘しました。5安打と打線が沈黙し、21戦目で今季初めて0敗を喫したドジャースで、いずれも痛烈な当たりで3安打をマークしています。チームは2カード連続で負け越したものの、前日、大谷選手の得点圏打率が低いことや早打ちに懸念を示したロバーツ監督は一転、賛辞を送っていました。素晴らしい仕事をしてくれた。今日は翔平以外、みんなダメだったね、と語っています。試合では多彩な打撃が光りました。1回は先発右腕アービンの内角のカットボールを引っ張って右前へ。打球速度、約173キロ、いう強烈な一打でした。6回は外角低めのカーブを右手1本で拾って再び右前に運んでいます。0対2の8回は3番手右腕ハービーの約159キロの直球を中前に弾き返すと、すかさず今季失敗なしの4個目の盗塁で2塁へ進みます。捕手に送球を諦めさせる完璧なスタートでした。ここ5試合で3個目となり、シーズン31盗塁ペース。レネキーゼネラルマネージャー特別補佐によると、盗塁について大谷選手は、6点差で勝っている場面ではなく、終盤の1点差、そんな場面で決めたいと話しているといいます。続く3番フリーマンが2ゴロに倒れて得点につながらなかったものの、効果的な走塁で勝機をつかもうとしていたようです。今季31安打は1番を打つ同僚のベッツ、アルテューベ、アストロズと並びメジャー全体でトップとなりました。シーズン239安打ペースになります。日本選手でリーグ最多安打を記録したのは2010年のイチロー、マリナーズの214安打が最後となっています。14年ぶりの快挙に期待が膨らみます。また打率は 3.60 まで上昇し、ナ・リーグ5位に浮上しました。過去にメジャーで24人しか達成していないトリプルスリー、打率3割、30本塁打、30盗塁以上も狙えるパフォーマンスを見せています。大谷選手は17試合連続出塁中です。現在、本塁打は5試合出ていませんが、ロバーツ監督は、これを続けられれば、一層良くなると強調しました。休養日を挟んで19日、日本時間20日からは本拠地でメッツとの3連戦に臨みます。松井秀喜、ヤンキースなどを超えるメジャー日本選手最多の通算176本塁打が出るのもそう遠くないはずです。さて、水原一平氏の違法賭博問題に関して、数量政策学者の高橋陽一氏がある指摘をしました。元財務省官僚で数量政策学者の高橋陽一氏が、銀行詐欺の容疑で訴追されたドジャース大谷翔平選手の元通訳、水原一平容疑者に言及しました。18日に自身の YouTube チャンネルを更新しました。水原容疑者は大谷選手の銀行口座に不正アクセスし、合計1600万ドル、約24億円以上を違法賭博の胴元に送金していたとされています。高橋氏は、水原一平さんはもうちょっといいイメージがあったけど、とんでもなかったね、と感想を述べます。かねて同氏は、大谷選手が銀行口座を開設する際に、水原容疑者が同席していた可能性を指摘していたのですが、まさにその通りでした。同氏は、銀行の口座開設の時に一緒に同席していると、いろんなことが分かって、分かると後でどうにでもできる、と指摘していました。一方で新たな疑問も口にしました。なんで普通の銀行で口座を何で作ったのかな。普通、日本人はよく分からない時は日系の銀行に行く。日系の銀行に行くと日本語でやってくれる。それだと水原さんを使わなくて口座開設できるんだよ。なんで日系の銀行に行かなかったのか。その上で、それもひょっとしたら
最初から水原さんは狙っていたかもしれないと思った。日系の銀行だと日本語だし、何か不正があった時に大谷さんに直接連絡してくれる。おそらく水原さんはそれをさせなかったんだろうな。間に全部立っちゃってと推察しています。口座開設どころか銀行の選定まで水原容疑者がアドバイスしていた可能性を示唆しました。真相は分かりませんが、ありとあらゆることが嘘で塗り固められたことからすると、そういったことも疑わざるを得ない状況であることは確かです。さて、大谷翔平選手の口座から不正送金されたおよそ24億円が第三国に流出している可能性があることが分かりました。スポーツ賭博問題を長年取材するワシントンポスト紙の記者に話を聞きました。大谷選手と大谷選手の元同僚マイク・トラウト選手、水原一平容疑者の3人だけが手にしたベースボールカード、去年3月の WBC ワールドベースボールクラシック決勝、大谷選手とトラウト選手の死闘を捉えた1枚はシリアルナンバーとともに大谷選手とトラウト選手のサインが入った世界で3枚だけの激レア品です。野球カードおよそ1000枚、総額4900万円分を大量に購入したという水原容疑者はカードを手に微笑みを浮かべていました。金欠の水原容疑者はこの激レアカードを手放してしまったのではと SNS 上で関心が寄せられる中、17日も大谷選手は4打数3安打1盗塁、今シーズンのヒットをメジャートップタイの31本とし好調を維持しています。そんな大谷選手について、海外メディアは水原一平スキャンダルから解放された大谷と表現しました。米スポーツサイトでは、野球だけに集中でき、いいリズムを取り戻しつつある今、ドジャースのスターは最高のパフォーマンスを見せるだろうと書いています。アメリカ連邦捜査当局が公開した訴状によると、水原容疑者がおよそ24億5000万円以上を不正送金した大谷選手の口座は3年以上アクセスの履歴がなかったことが判明しています。2018年3月に開設された口座にはエンゼルスからの給料が振り込まれていて、開設時には水原容疑者が同席していたといいます。大谷選手が3年間以上口座を放置していたことについて、ドジャースの同僚グラスノー投手30はこう語りました。多くのスポーツ選手にとって口座管理を第三者に任せるのは一般的だと思う。初めて口座にアクセスがあったのは2021年10月、水原容疑者がブックメーカーからアカウントを付与された後でした。水原容疑者が違法賭博に注ぎ込んだ24億5000万円はどこに消えたのでしょうか。番組はワシントンポストでスポーツ業界の薬物や賭博問題を取材する記者に話を聞きました。アメリカ人賭博業者が国外で賭博が規制されておらず、グレー領域で取り締まりがされていない国の業者を使うのは非常によくあることです。だから大谷翔平の数百万ドルがアンティグア・バーブーダのようなカリブ諸国のどこかに流れた可能性は高いと思いますとしています。胴元を通じて送金された先として有力だと記者が指摘するのが、ロサンゼルスからおよそ6000キロ離れたカリブ海にある島国アンティグア・バーブーダです。イギリス連邦加盟国で1994年に世界で初めて政府がオンラインカジノに正式なライセンスを発行しました。オンラインカジノの発祥の地と言われています。違法賭博の胴元マシュー・ゴーヤー氏とも接点があると言います。ガス・ガルシア・ロバーツ記者は、私はアンティグアで活動する賭博業者とフロリダを拠点とするベテラン賭博業者の関係を見てきた。その一人が札束をボードゲームの箱に入れてマシュー・ゴーヤー氏のカリフォルニアの住所に送った。ゴーヤー氏がネットワークを使ってアンティグア・バーブーダでの賭けを扱っていたと考えられる関係性を示していますと話します。不正送金された24億5000万円の行方は今後明らかになるのでしょうか。水原容疑者の次回の出廷は5月9日の予定です。さて、元大阪府知事の橋下徹氏が毎日放送4ちゃんテレビに出演し、大谷選手の口座を管理する代理人のバレロ氏を含む財務チームのずさんさを指摘しました。橋本氏は、一番悪いのは水原容疑者としながらも財産管理をしていたバレロ氏をやり玉に挙げています。代理人がいい加減、だいたい大谷の収入の 5% が報酬なんです。
そこに会計士や財務担当がチームを組んで管理するんですが、口座をチェックしようとしたら水原さんに、これは大谷のプライベート口座だから彼が見られたくないと言っていると、代理人たちがそうなのかと信じて確認しなかった。絶対に直接大谷さん本人に確認しないといけなかった。当然ですと強調しました。大谷瀬選手が全幅の信頼を寄せる水原通訳が言うなら間違いはない。バレロ氏は事件発覚後、信用しない理由はなかったと話しているのですが、それが取り返しのつかないミスにつながり、それだけの報酬をもらっている人が確認しないなんてない。とにかく大谷さんのために一生懸命やる立場なんですからと責任重大だと指摘しました。今後についてはもう回収できないし、お金は戻ってこない。普通なら大谷さんが代理人に過失ありということで請求しますよ。ただ大谷さんはお金に頓着されないし、24億なんて平気なのかなと首をかしげながらも、情を見せることなくチームを組み替えないといけない。背後にいるもっと大きな組織に流れてマネーロンダリングに使われることだってあると危険性を訴え、財務チーム解散を促していました。実は米メディアの矛先は潔白となった大谷選手から、水原容疑者に不正流用を許した大谷選手の代理人事務所 CAA スポーツや同事務所で大谷選手の代理人を務めるネズバレロ氏に向いています。去る米大手マネジメント会社の代理人がこう指摘しました。 CAA による大谷の金銭絡みの失態は今回が初めてではありません。さすがに大谷も代理人契約の打ち切りを考えるのではないでしょうかとしています。大谷選手とバレロ氏は2018年のエンゼルスでのメジャー挑戦時から二人三脚で歩んできました。昨オフにはプロスポーツ選手として史上最高額の7億ドル約1090億円でドジャースとの契約をまとめ上げています。水原容疑者に続きメジャー生活を支えてきた相棒とのコンビ解消が米球界関係者の間ではささやかれているのです。37ページにも及ぶ訴状で浮かび上がったのは、水原容疑者の悪質な手口とともにバレロ氏ら大谷選手周辺のずさんな対応でした。バレロ氏と経理担当、財務アドバイザーが大谷選手の口座情報の開示を何度か求めた際、水原容疑者の本人が私的な口座なので誰にも見せたくないと言っているとの嘘にまんまと騙されてしまいました。バレロ氏は大谷選手とは直接話さず、水原容疑者を通じてコミュニケーションを取っていたとされています。他に日本語ができるスタッフを雇うこともありませんでした。大谷選手の言葉の壁を悪用し、事実上のマネジャーとなった水原容疑者に権限の集中を許した結果、2021年11月から2024年1月まで水原容疑者により大谷選手の口座から同元に1600万ドル約24億5000万円以上の送金が行われたことになります。ロサンゼルスタイムズの名物コラムニストビル・プラシケ氏は、大谷のチームが口座を放置していたことは信じられない、存在価値がない、チームを入れ替えるべきだと切り捨てています。さらにスポーツ専門サイトジ・アスレチックの敏腕記者ケン・ローゼンタール氏は、水原が口座情報の開示を拒んだら警報のサインが出ていたのではないか、大谷を不機嫌にさせると他の代理人に変えられるとでも思ったのかと CAA サイドの無策を痛烈に批判しました。大谷選手はエンゼルス時代の2021、2022年と総額850万ドル約9億円イコールレートは当時で契約していました。大谷選手の成績は2021年が9勝46本塁打、2022年は15勝34本塁打で、二刀流で投打に大車輪の活躍を演じることになります。エースと主砲、二人分の働きになったにもかかわらず、バレロは20年のオフにこんな格安の契約しか結べなかった。我々の世界ではこの2年間の大谷の契約は代理人の失態と言われていました。大谷はフリーエージェントになり、巨額契約が望める23年オフを見越し、代理人をバレロから変えるのではないかと見ていましたと界隈では言われていたそうです。大谷選手の代理人契約をめぐっては、渡米時からラツワン代理人で吸血鬼の異名を取るスコット・ボラス氏が虎視眈々と狙っていました。バレロ氏との契約後も、大谷選手の恩師である岩手、
花巻東高校の佐々木陽監督に接近しようとするなど、大谷選手の周辺の切り崩しを図っていたというのです。CAA もコラス側の動きは把握していたようです。あることないことを吹聴し、ライバルを追い落とそうとすることなどは代理人の世界の常です。この頃は CAA に危機感がなかったはずがありません、と関係者は語ります。CAA の失態はさらに続きます。2022年11月、大谷選手がアンバサダーの一員だった暗号資産、仮想通貨、大手交換所、FTX トレーディングがずさんな経営手法により経営破綻したことがありました。直後に、損害をかぶった投資家たちが同社の宣伝に関わったことで賠償責任があると知って大谷選手らアンバサダーに対し集団提訴する事態に発展したのです。結果的に FTX の件は大ごとには至らなかったものの、大谷のイメージに大打撃を与えかねませんでした。 FTX とのアンバサダー契約を取ってきたのは CAA です。しかも大谷の報酬は仮想通貨や同社の株式だったようで、全て失うことになったそうです。お金に無頓着な大谷も、これでは不信感を抱くだろうと思っていたのですが、と先ほどの関係者が語ります。それでも大谷選手はバレロ氏との代理人契約を継続しました。いかがだったでしょうか。今回は大谷選手の近況について見てきました。この事件、思い返せば大谷選手の金銭管理への無関心ぶりは日本ハム時代が起点だったようです。プロ入り当初、年俸はすべて両親に預け、小遣い制だったといいます。栗山英樹監督、当時からは外出の際に同監督の許可を得るよう指導を受けていました。プロに入った時から野球にすべてを捧げる生活でした。普通の選手ならチームメートと合コンしたり、記者と食事に行ったりすることで世間一般の感覚をつかみ、良くも悪くも大人になっていくものです。しかし、大谷は純粋培養のままベースボールマシンのようになっていった。グラウンドでのプレーには無駄な時間を割いてこなかったからこそ、二刀流でこれだけのパフォーマンスを残してきたとも言えるのですが、ただ今回こういう事件が起こったからには何かを変える必要性に迫られているのではないでしょうか、とある人は語ります。大谷選手はドジャース10年契約を締結しました。一方で当面年間100億円とも言われるスポンサー契約が見込まれています。今後も様々なリスクと隣り合わせの中で、大谷選手がバレロ氏解任という大なたを振るう日は来るのでしょうか。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。